音楽の息吹、音楽の躍動感、生きた音楽を丸ごとキャッチ。ニューサンスペシャル、こんばんは、高橋素子でございます。こんばんは、榎木雄一郎です。そして、今夜のゲストはですね、はい、ルースターズの皆さんです。どうも、こんばんは、はじめまして。もうルースターズといえばですね、はい、若い子たちというかですね、まあ、ロックファンの誰でも知ってるんですけどね、はい、今日はそのルースターズがパリでのレコーディングをね終えての登場という、パリの匂いがしますね、なんとなく雰囲気が、スタジオ中、はい、そういうことなんですね。はい、それではあのお話の方もたくさんあるし、うん、いろんなことね聞きたいこと、それからパリの最近のね、流行事情とかいろいろそのあたりも聞いてみたいし、レコーディング忙しかったみたいですからね。そうですね、はい、まずはあのご挨拶ということで1曲早速やっていただきたいんですけれども、何を。パッセンジャー、これはアルバムのタイトル曲にもなってるんですけど、はい、それを言ってみたいと思います。はい、
スターズで、パッセンジャーでした。ここにねお便りが一つ来てるんですけど、山口県の森田優さんかな、はい、ザ・ルースターズスタジオライブすごく楽しみですって。そして今からもうドキドキしてます。でいっぱいどんなにこのルースターズが好きかとか、それからコンサートは必ず行こうと思ってますとか、いろいろ書いてありますということで、それでは初登場ということもありましてね、はい、おきの皆さんに、自己紹介をしていただきたいと思いますが、それではどうぞ。はい、こんばんは、起きてますか、ギターと歌の花田博之です。はい、どうもようこそ。そして、こんばんは、ギターとボーカルの島山純です。私は実は弟が結婚するのでもうすぐフェードアウトするんですが一つよろしくお願いします、はい、山形に帰るんですね。そうです。はい、はい、ベースの佐久山和彦です。代官山のお好み焼きのお好み焼き屋の親父をやっています。長藤正幸ドラムです。吹き具合があるということで、はい、そしてもう一方いらっしゃいますね。もう一方、はい、キーボードやってます、ミュートビートの浅本です。はい、浅本さんはサポートメンバーという。そうですね。でも一人だからもうこの際全部ルースターズになってもいいんだよなんかと勝手に思ってもいけないみたいな、ですね、ですね。まあルースターズはですね、はい、もう随分長い歴史があるんですけども、はい、まあ、その間にいろいろこうね、メンバーがいろいろ変わったりなんかしまして、ルースターズのこの以前は皆さんそれぞれ別のバンドだったんですよね。第一期ルースターズという話になると、これは花田さんから。今のところ俺だけみたいな。ああ、それは今を去ること何年前、うん、7、8年前じゃないですか、ね、ああ、本当に、うん、ですね。そして第二期は2期、はい、うん、そこに名田智さんが、ま、混ざってくるわけですか。ああ、そうなんですかね。そうなんですけど、いつの間にかに混ざってたという、うん、ああ、なんとなく、なんとなく、うん、ああ、そう。それが今を去ること何年ぐらい。3年ぐらい前じゃん、うんうん、ああ、本当に、うん、ということは第1期が 3,4 年あって、そしてなんとなく名田智さんが来ちゃったと。そして、うん、その浅本さんが笑ってますが、はい、それが2期で、そして第3期、ここで下山さんが現れてくるわけですか。いや、本当は長友君とね、そうそう、同時期一緒にね、うん、ぐらい、同じぐらいの時に入ってきたんですけどね、ええ、でもそれはちゃんと日記をつけてたわけじゃないから、こう何月何日どっちが先でというのはないわけなのかな。それは曖昧です。曖昧だと。ここにですね、ええ、まあ、雑誌の資料でですね、なんか系図のようなものがあるんですけどもね、うん、相当細かくですね、いろんな、まあ、ライブまで書いてあるんですけどもね、ええ、まあ、それによると、まあ、1期2期3期ということでね、現在が4期ということなんですけど、3期でだから、下山さんと佐久山さんが参加していると、はい、いうことになってはいるんですが、でも今、まあ、詳しく聞いてみますと、名田智さんと下山さんはなんとなく同時だったと、うん、同じ年だったんですね。うん、そして佐久山さんは1年ぐらい後です。あ、本当に。で、私佐久山さんのプロフィールので読んだらば、なんと本当はファンだったんですって、ルースターズの、はい、そうです。その昔はその昔、はい、第1期第2期ぐらいのところを、そうです、ね、ファンとして、そしてそこに第3期自分がいたという、はい、この現実はいかがですか。いや、現実的な現実ですよそうですそしてそれが今を去ること何年ぐらいになるわけ。は3年弱ですか。そしてなんかとっても自分もルースターズだという、そしてファンだったというところのこのね、葛藤がいろいろあるわけなんでしょ。いや、全然ないです。あら、はい、まあだから最初の頃はルースターズ見ててうまい、ね、あのバンドいいなと、ええ、ね、そんで、うん、ある種自分が一緒にやるみたいな予感とかそういうのありました最初。いや、それもないです、ね、なくて割とやんねえかみたいな感じ。いや、こっちからやんねえか、自分でやりたいと、ええ、オーディションみたいな感じで。そうですね、うん、でまあね、花さんね、はい、まあ、バンドとかね、まあ劇団とかね、そういうのって割と離散集合が一種のエネルギーみたいなのあるじゃないですか、うん、なんかそういう意味でこの今のルースターズのエネルギーみたいなのが培われてきたっていうのはあるのかな。いや、しょうがなかったですか。しょうがなかった、うん、メンバーチェンジは、うん、やっぱり音楽的、うん、
あ、やりたいものが違うという、うん、それがやっぱりしょうがないですよね。うん、しょうがないよね。でも、うん、目指すものが違ったらね、それはしょうがないわね。しょうがないです、うん、楽団は特に。そうそうでも、まあ、そうやってでもあの新しい形にどんどんどん自分たちになりながら、やっぱ音楽的にこう変わってきたことありますか、この7、8年間の中で。そんなに変わってないと思うんですけどね、うん、やっぱりプレイヤーとかが変わってくると、うん、そういう風に聞こえちゃうみたいなところは強いと思いますけど、うん、聞こえるというのはあの聞き手の側で、うん、やってる方は、やってる方はね、そう、そういう違和感というのはなしで、うん、あまり、うん、曲なんかもそう変わってないと思う。うん、じゃあということで、それでは、次の曲いきたいんですけれども、次は何を。ハートバイラブっていう曲。はい、そう。
で Heart My Love でした。それではここで今度はあの皆さんどっちかというと割と寡黙なあの恥ずかしがり屋っぽい人が、僕なんかわわ喋るから喋らないんですよいやでも書いてあったらどっちかというと割と無口な人が多いんですね、ね、メンバーの皆さんはで、はい、ここで Q&A でこう人間性が出てくるんではないかと思いますが、それではまずは花田さんからいきたいと思います。はい、あ、それやるんですか。そう、知らなかった。これ何だと思ったんですか。いや、 NHK のアンケートかな。いやいやいや、この番組のお聞きの皆さんに発表するというのは、まずは花田さんです。匿名にすればよかった。そうね、でもすぐバレるというあなたにとっての音楽を言葉に置き換えると自分、そしてあなたのライバルは自分。今まであなたが一番夢中になったことは音楽以外で。今日のライブって書いてある、うん、頭書いてますけど。いやー、匿名にしたのがよかったですね、うん、でも音楽を言葉に置き換えると自分というね、うん、あとこう素直にこれを考えちゃった。ええ、素直に書いたんですけど、うん、俺が音楽だみたいな。でも辛くもない？え？自分が音楽だとね、うん、時々グッとそれから離れたい時もあったりしないかな。辛いです。辛いでしょ、うん、辛いですね、ねえ、うん、とふっと私は思いましたけど、はい、別物だったら楽だろうなって。でも、うん、今日のライブが夢中っていうことでこの後のライブがまた、はい、とっても楽しみになりますけども、ま、いじめてみたら、はい、次行きたいと思います。今度は下山さん、あなたにとっての音楽を言葉に置き換えると楽しみ。そうですね、楽で良かったですね。あのなんかあのそうだな、楽しいところにやっぱり自分はいたいし、うん、なんかいつでもそうだったら非常に理想的でしょ。そうですね、うん、そうそうそう、好きなことがやれるっていうのがすごい羨ましいっていう、うん、好きなことやれるそれはもう最高ですけど、ね、好きなことじゃなくても楽しくやれたらいい。そう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 、うん、だからあの職業でよくあるじゃない、あの人の職業自分がなるわけじゃないんだけど、うん、羨ましいなっていうのはなんか楽しそうにやってるなって見える時、ね、ああ羨ましいと思うけど、うん、そうすると今の下山さん楽しみだから。そうですね、やってみるとどんなのでも楽しめますから、うんうん、という感じで、はい、次は、あなたのライバルはメスナーって書いてあって、今一番してみたいこと何ですか。ツーリング。そうですね、うん、僕どこ行きたいですか。車の免許持ってないんですけど車でツーリングしたいなと。そして下山さん、今までにあなたが一番夢中になったことは音楽以外で。野球。そうですね、いつ頃やってたんですか。いやもう子供の頃からもうあのテレビでね、うん、あの漫画とか見てたから、うん、は野球漫画ですね。野球漫画ね。野球漫画ね、うん、もうかっこいいなってずっと野球、野球しかないでしたから、うん、子供の頃は、うん、だからまあ夏は夏は野球で、うん、冬は卓球と、うん、山形らしいね。そうですよ、山形というところがなんとなく、ね、いやもうみんなそうなんですから。冬は卓球ってないですね、うん、最近は冬はアメリカフットボールとかですね、ラグビーとかっていうんだけど、だって雪があるからダメなんだよね。ダメです、うん、お家の中でそういう現実的な話だ。はい、ということでございまして、ね、日本は広いですね、はい、佐久山さん、でも下山さんという感じがすごく分かった、はい、そして次佐久山さん、あなたにとっての音楽を言葉に置き換えると、おーやーって書いてあるの。これは普通はおやーとかって言うんですが、うん、おやーってやるのか、はい、これはカタカナで書いてあるからおーやーかおーやーかどっちですか。おーやーです。おーやー、おーやー、うん、これはおーいえってことですか、それともおやーっていう。いや、おーいえの、おーいえの方ですね、うん、おーいえというのが音楽であるとということは私のそんな難しいもんじゃないです、はい、軽く変えたんですからね、はい、もう花田さんなんかどうでもいいって顔して、はい、勝手にしてろっていうような、うん、もう違う世界にいるみたい。そして佐久山さん、あなたのライバルはアメリカ人、うん、はい、分かった、これでおーやーっていうのが出てきたね。そうです、うん、おーやー、おーやー、うん、ね、具体的には別にいませんね、アメリカ人だったら。アメリカ人、そうですね、ということはアメリカ人らしい、アメリカ人。あ、佐久山さんはひょっとしたらアメリカ人になりたかったんだ。
大きくなったら、大きくなったらじゃなくてそんなの日本人に生まれて急にはなれないから、どっちかっていうと僕もアメリカ人に生まれてたらなとかって子供の頃思ったんでしょ。子供の頃は思いました ね、 ね、はい、そして、佐久山君、今一番してみたいことなんですか。貯金受けるでしょ、浅本さん。貯金今いくらあるんですか。今、まあ、とりあえず2桁はあります。2桁っていうと2桁っていうと20、うん、ああ、そう、何のために貯金をしようと思ったんですか。いや、したことないから、お会いしたらどんな気分かなって。ああ、でも2桁できたんでしょ。いや、それは貯金じゃなくて残ったお金です。貯金って言いませんよ普通は。そうです。でも貯金でも、あの貯金箱と銀行とか、あの郵便局持っていく貯金があるでしょ、どっちがいいですか。だから銀行で、うん、あの積み立てとかそういうのをしてみたいって。うん、結婚の準備のためにとか。はい、そしてもうまた、もう本当に花田さんに至っては呆れた顔して。そして次いきます。佐久山さん、今まであなたが一番夢中になったことは。エッチ、はい、次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、名田智さん、あなたにとっての音楽を言葉に置き換えると。苦しい。苦しい。苦しいですよ。これは精神的に。精神的にも現実的にも。お好み焼き屋さんの方が楽ですか。楽ですね。楽ですよ。うん、でも苦しいけども、さっきね、あの島屋さん楽しいっていう、もう全く反対なんだけども、楽しくてやってるのはよくわかりますよね。苦しくてもやってるのは。やってるのは仕方ないから。自分でもこれやるしかないと。いや、話してくれない、みんなが。みんな適当に、私生きてる人間だから、なんか適当にずるずるとなんかやってるみたいな。苦しいと思いつつやめられないで、この今日至ってると。そう、それはまずい趣味だよね。そら、でもある種その苦しいことが自分に快感になってるってところもあるじゃないですか。まずいですね、ちょっと。それが逆にやぶかったりするのが。でもこれはもしかしたら下山さんに今度楽しくなる方法というのをね、教えてもらうように。でも苦痛が快楽なんですから、もしかしたらこれは逆にね、楽しいことかもしれないし、裏返してるのがありますからね。長友さん の、 あのドラムの音を聞いてる限りではあんまり苦しそうに聞こえませんね。どっちかっていうと割とこうシンプルにいくという感じで。いや、でもきつそうですよ。あ、そう。花田さんがきつそうというのは時々やめたいなどという話があったんですか。時々ですか。うん、いや、よくありますね。でもさっき の、 あの、ね、いわゆる経営図みたいなの見てますと、ずっとやってますよね、いろんなバンドで。結局は。はい、そして名田智さん、あなたが一番大切にしているものは。娘。娘です。いくつですか。中学1年生。あ、そんな大きい子が。そうなんですね。あ、お名前は。みかんと言います。みかんちゃん。本当、はい、みかんって言うんですか。はい。あ、すごくいい名前ですね。字はあのひらがななんです。あ、漢字なかったね。あ、僕は2人だったんで。残念だったですね。でも、あ、嬉しいですね。ゾクゾクしましたね。私もだって、も桃とか桃子とかっていうのあるのに、みかんっていう名前はないね。みかんっていう名前はですね、果物に対する偏見だね。しりとりやると負けちゃうんです最後に。あ、そうそうそう。ですから勇気ある。いや、リンゴにしようかなと迷ってるんですよ。ああ、リンゴよかでも。リンゴもないね。ザボンは。ザボンだね。九州出身だったらザボンも良かったですね。そうですね。さあ次行きましょう。はい。じゃあ、あの中学生だったら聞いててくれてるかもね、今日ね、この放送。はい、名田智さん、あなたのライバルは妻かっこ逃げていった。これ笑っちゃうんじゃないですか。ちょっと花田さん、その口を押さえて笑わないでください。まあ、ご本人笑ってますけど、ね。はい、今どちらに。今そんな話はですね、あんまり突っ込んではいけないような気がしますけども。そして今までにあなたが一番夢中になったことは。名田智さん、パチンコ。こんなことばっかりしてるかじゃないですか。すいません、うん、でもなんとなくパチンコとドラムっていうのはなんかあのリズムが、そう、共通点あるんです。ありますね、うんうん、でもあのおとなしい方ですけども、非常に魅力ある人物ですね。これ花田さんね、全部冗談ですよこれは。いや、決して冗談とは思いませんでしたが。まあ浅本さんは今日はあのサポートということで書いてもらえませんでしたけども、浅本さんにとって音楽は、はい、
生活です。というところで決まったようですが、はい、じゃあね、それでは、花田さんがね、今日一番夢中になってるというこのライブ、次は何を？あれという曲です。
今日はルースターズのねライブあれ今ね聞かせていただいたわけですけれども、さて、ね、はい、今日あのライブで聞かせてもらってるね曲はですね、アルバムのパッセンジャーの中からですね、ほとんど、まあ、このアルバムがパリで録音してきたということなんですけども、はい、まずパリへ行こうって言い出したのは誰なんですか？あ、俺です。花田さん、はい、普通は例えばニューヨークで録音しようとかね、ロンドンで録音しようとかですね、はい、言いますけども、いや観光もできるし、うん、いやあの ロックがね、うん、やっぱりあるんですよパリに。うん、うん、でも一般的にはあんまりすごい、さっき私が言ったようにこう離れてる感じでしょ。知られてないだけで、うんうん、実は行くとすごくそういうシーンがね、うん、あ、それとやっぱりあの落ち着きたいっていうか、うんうん、あ東京じゃないね、うんうん、電話かかってこないしみたいな。そうですね、うんうん、友達とも会わなくてね、うん、なんかニューヨークのスタジオなんか行ったら、うん、隣も日本人がやってるとか、うん、噂聞いたし。なるほどね、うん、どうですか、でパリに行ってみて。いや、うん、よかったですよ。どういうふうによかったでも私一番びっくりしたのは、例えば花田さんがあの過去にパリに行ってて、であそこが自分たちのレコーディングにいい状況だなとかね、うん、いい場所だなと思ったのかと思ったら、一度も行ったことなくてそこにしようって言ったあたりね、ええ、これがすごいと思うんだけど。勘ですね、やっぱり勘、ミュージシャンの。ああ、うん、で勘は外れませんでした。外れませんでしたね、うん、一番感動したのは、うん、一番感動したの、うん、いやなんか全部ねこう、うん、空気がね、うん、良かったです、うんうん、やっぱりなんとなく分かる気するな、その行ったことないから分かりませんけど私はね、うん、いや例えばさっきニューヨークとかそういうとこじゃない、東京とかじゃないとこって言った花田さんの求めてるやっぱ落ち着いた街というか、そうですね、そういうただの田舎っていうんじゃなくて都会だけど、田舎は、うん、嫌いだから、うん、都会がいい、都会で落ち着いたところという、うん、そう大人の街っていう。あれですか、やっぱりパリでこう作ったレコードって今まで東京で作ったのと全く違う感じで上がってきますか？やる方の、うん、あのこっちの気分が良、うん、かったという。あ、うん、まあ、あの島山さんも参加してどうでしたか？そうですね、うん、あのなんかルースなんですよね割と、うん、国民性がやっぱりラテン系のノリで、うん、それでアフリカ人がすごい多いところだし、うん、あの割となんかそういうプリミティブなパワーみたいなのをすごい感じたんですよね、うん、あの街並みと全然裏腹に違って、うん、それが非常に魅力的だなっていう感じしましたけど、はい、だからまあ花田さんの強引なパリに行こうって言って、そして下山さんみんな行って、そしてやっぱりそれはなんか違うっていうか、これはやっぱり成功したっていう感じがあったわけね。そうですね、あのなんか結果的に気持ちよくやれたし、うん、あのいつも日本でやるのとね、そんな変わったような感じでやらなかったですから、うん、そのままやれたっていうのは非常によろしかったんじゃないかと。はい、そして佐久山さんは、はい、どうでした？パリのレコーディングは。よかったですよ。うん、よかったです。何がよかった？なんていうかこう生活してるなっていうのはすごく。あ、で名田智さんは、ああよかったです名田さんはあの自分のあの番が終わったらもうとっとともう観光ばかり観光です一番そうだという噂ですけども。じゃあ、ね、浅本さんは行かなかったんですか？僕は、あ、今回は、はい、それでは、はい、まあパリのレコーディングはねとってもまあ本当に、まあ、もしかしたら花田さんのワンマン的パリ行こうっていうのからスタートしたかもしれなかったけど、はい、結果的にはみんなが気持ちよく、名田智さんは観光もできたしといういいねあの、はい、アルバムができてよかったですね、はい、あのここでね沖の皆さんに花田さんじゃあ代表してメッセージをルースターズからよろしくお願いします。パッセンジャー9月に出たんですけど、はい、それをやっぱり、聞いてない人は一回今日のライブ、うん、新曲やってますけど聞いてみてほしいですね。またね、うん、ライブとは違うあのレコードの良さもありますしね、はいはい、でこれがそのパリの話のパッセンジャーだから、はい、多分パリの香りもそしてそこで皆さんがどういうふうに生活してたかも聞こえてくるかもしれませんね。コンサートの予定とかありますか？10月の23日、うん、
東京で。あ、そうですか、はい、じゃあぜひもうすぐですけどね、はい、頑張ってほしいと思います。ということで、まあ、いろんな今日の感想とか、そしてあのゲストのリクエストとか相談とか、いろんなお便りをお待ちしておりますけれども、宛先ですが郵便番号150東京都渋谷区神南 NHKFM ニューサウンスペシャルの係です。はい、来週でございますけども、はい、来週は10月24日ですね、ローグ、が来て、ライブをやってくれます、はい、それから10月31日は村下幸三さんがですね、はい、いろいろと面白いことをですね、面白いことっていうかライブをやっていただきます、はい、それから11月7日はですね、ライブコンサートと題しましてですね、はい、7時15分から9時までオールウェイズ、それから9時から10時半までアルフィーのですね、日本平でのコンサートの中心のね、はい、ライブをお送りします、はい、それから10時半から11時50分までがですね、ヤングメッセージ玉というですね、はい、このね、ドドッとライブをお送りしますんでですね、お送りしてきましたこのニューサンスペシャル、お相手は私高橋素子、そして構成とおしゃべり N 木雄一郎さんでした、はい、それでは本当にもうお別れになってしまったんですけれども、じゃあここでドーンと2曲続けてお願いいたします。バーニングブルーとザ・ウィング。
Oh,
ナウンサーさん、どうもありがとうございました。